遅いの？仕方ないじゃないか、仕事なんだから。じゃあ行ってくる。あら、このサボテンたらなんで咲かないのよ。サボテン、ああ、ママの機嫌しばらく治らないな。では中太さん、おやすみなさい。あら、おやすみじゃなくて、おはようございます。おはようございます。ま、どうかなされました？いえ、サボテン咲かない。サボテン、この月下美人はうちにもあるんですけど、夜にしか咲かないんですよ。このつぼみの様子なら多分今夜あたりでしょう。よかった、宇崎さんお詳しいんですね。はい、植物の研究をしておりますので。研究？そうだわ、よろしければ今晩皆さんでお花を見にいらっしゃらない？お邪魔します。おはようござ…じゃなくてこんばんは。天文学者？ええ、まあ、みっちゃんにななみくん、天体望遠鏡を覗いてみるかね。はい。うわあ、まん丸くってななみみたい。ななみ。今見せてあげる。大福。ななみ、月はずっと遠くにあるんだよ。月まではおよそ38万キロメートル。自転車で行くと約1年9ヶ月かかりますな。1年9ヶ月。みっちゃん。じゃあ中太さんは夜の間中ずっとそのドームに？ええ。ですから私も夜咲きの植物専門になりましたの。仲いいのね。皆さんとは昼と夜が逆なだけよ。でも中太さんたら、ああ見えても、咲子さんはまるで月下美人のようだ。花言葉は確か、あでやかな美人。ロマンティックね。咲子さん、何を喋ってるんですか。美人。そろそろ花が咲き始めますよ。綺麗。本当。あ、ダメだよ、ななみ。大丈夫ですよ。その花は食べられますから。花より団子というわけですな。もう本当に食いしん坊なんだから。ただいま。私たち夕飯宇崎さん家でいただいちゃった。あ、そう、美人。ん？ママ、うちのも咲いてるよ。よかった、ちゃんと咲いて。ママ、これお土産。あ、ななみ、それはダメだよ。ななみ、それはママへのプレゼントだから返しなさい。覚えてくれてたんだ、結婚記念日。会社で思い出した。どう？かわいい。私は何でも似合うからさ。ななみ、ダメだよ。ななみ、出しなさい。あ、食べちゃった。